東遊楽桃に遊ぶ楽しい楽と東遊楽と書くのがあります。弥生時代の遺跡からこかの遺跡からは桃の種がたくさん出土をしました。で桃というのは古来神秘の力を持っていると言われてきました。今一度タワラの土地を観光協会がタワラの桃が誇る女性人のですね、何回か言うの恥ずかしいんですが、この妖艶な舞とそして力強い太鼓をお楽しみください。どうぞ。Thank you.
がたくさんあります。ご覧のぜひご視聴くださいませ。ありがとうございました。素晴らしい、もうなんか本当に風流の名前にぴったりの艶やかなね。でしたね。